さと寝よう。もしかして俺、神様を床で寝かせて自分がベッドで寝ているのでは。罰当たりってレベルじゃねえぞ。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。あの千子さん、いや、すいません、気がつかない。火の玉、キツネビじゃ。キツネビ、なるほどな、仕方のないやつじゃの。まったく、まだ寝つけんのか。いや、そうじゃなくて、座布団じゃ寝づらいですよね。押し入れに来客用の布団があるので。やっぱり養生に言われると複雑ですね。たわけ、お主の何倍生きていると思っとる。いや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 、待ってくださいよ。この甘い無名、恥ずかしがらずともよいよい。わらわからすれば、お主などわらべも当然よ。一緒に寝たいならそう申さぬか。早く寝るのじゃ。プニプニのほっぺ、モフモフの毛並み、綺麗な顔立ちだけど小さくて、触れたら壊れそうな。いやー、無理だ、この状況で寝るのはきつい。まあ床で寝かせてるよりは幾分かマシかな。胸はないけど、それを補って余りあるこの。もう出るのかな。はい。ダメじゃ。結構ギリギリなんですけど。ダメじゃ。今日は朝ごはんを少しでも食べないと行かせないのじゃ。わかりました、いただきます。うむ、偉いな、お主は。無理はするでないぞ。はい。今日は早く帰ってくるのじゃぞ。かなりうるさいな。それじゃ、行ってきます。うむ、行ってらっしゃい。なのじゃ、気をつけるのじゃぞ。